吉忠文紀2年8月5日は、戦国時代初期の天台宗の僧侶、足利義美の子で、室町幕府将軍足利義材の異母帝。なお、慶図ズ産では、吉中と記載されている。幼くして出家して、実装院に入った。兄、義材が追放された、明王2年の明王の政変以後も京都に泊まることを許され、翌明王3年4月21日には、 この衛聖家の勇士の身分が与えられて、新将軍、足利義澄の下に出資している。ところが、文紀2年8月4日、義澄が完了、細川正元との対立から突如、隠居を宣言して、実相院に近い金隆寺に引きこもってしまった。翌日、義澄の見舞いのために、金隆寺を訪れた義田,田は突如、警備をしていた。 正元の配下の兵によって捕らえられ、近くの阿弥陀堂で殺害された。聖火の日記、後方向隠記、文記2年8月6日上によれば、吉住が金流寺に籠もった直後に本意を促すために、道寺を訪れた正元に対して、吉住が示した、将軍職復帰のためのご条件の中に吉忠田田の処刑があったとされている。これについては二つの可能性が考えられる。一つは、 当時京都復帰と将軍職奪回を目指して活発に軍事行動を繰り広げる義財の構成に悩まされていた吉住が京都にいる幕府内外の反対派が吉忠を要して義財と連携する可能性を恐れたというものである。もう一つはこの頃将軍として自ら政務を行おうとする吉住とこれに反発する政元の確執が激しくなりかつて義財を廃して 吉住を新将軍に擁立した、明王の政変と同じようなクーデターが、今度は吉住を廃して、吉忠を新将軍に擁立するという形で、発生する可能性があったためというものである。これは、吉住自身も政変前は、天竜寺の僧侶であったこと、吉忠が将軍に立てられた場合には、正元と新将軍、吉忠の数少ない身内である。 機材の間で和議を行う名目が立つという点でも考えられるものであった。いずれにしても、吉住にとって吉田は、自己の地位を脅かす存在となっており、その抹殺の必要性があったと見られている。そして、吉住と正元は、以後もたびたび対立したものの、吉田の殺害によって、次将軍候補の切り札を失い、かつ自在派から完全に敵視される状況となった。 政元は吉住を排して新たな将軍候補を立てることも議在派と和解することもできなくなり、その政治的選択肢を狭める一方で、吉住の将軍としての地位は、一応の安定を得ることになった。ありがとうございます。